子供ができたら考えたがる人が多いんでしょうね。ちょうどその YouTube とかで教育できるっていうか、別に何でも学べるとかって分かってるど真ん中の人なのに、うん、なんかよく分かんないことやってんなみたいな子供は一個の個人なので、彼らの自我で好きなことをやればいいと思うし、うん、WeWork が目指すものってこれなんじゃないかな。彼らが掲げたビジョンって、うん、まさにスターバックスが実現していることだよねっていう、働き方的にも現代にマッチする働き方なんですよね。働いてる人たちが誇りを持って楽しく働ける職場っていうのがこれからは人を集めていくんで、それを先進的にやったっていうところは評価されます。僕なんかは本当くだらないと思ってるんで、こういうビジネスしたくないですけど、したくないんだけど、すごいよなっていう、どの企業で働くべきかとかっていうのは、どの企業で働くっていうふうに考えたことがないから分かんないですよね。選ぶってことは特に興味がないってことでしょ。そもそもなんかやりたいことやればいいと思ってるんで、で僕はそうやって生きてきたんで。